行くぜ。はい。さてと、ユアヒム先生の時間が空いているか確かめないとな。ええ、まずは受付に行きましょう。また釣りとかに行ってなきゃいいんだが。ありそうですね。セシルさんにご用ですか？いえ、実はまたユアヒム先生に相談したいことがありまして。お時間がもらえないか問い合わせていただけませんか？ええ、お安いご用です。ああ、ユアヒム先生、いらっしゃいましたか？先生にご来客ですけど、今お時間を…都合が悪い。何か診察や研究でも…ああ、わかりました。釣りに行くおつもりですね？ダメです。勤務時間中はきちんと仕事をしてください。相変わらずみたいだな。普段はとても優秀な医師みたいですけど。ええ、支援課のロイドさんたちです。はいはい。ではこのまま研究室にお通ししますね。ヨアヒム先生がお会いになるそうです。どうぞ研究棟の方へ。どうも。お手数をかけちまったみてえだな。Thank you.
失礼します。ようこそ。よく訪ねてきてくれたね。突然お邪魔してすみません。なんだかご趣味の邪魔をしてしまったようで。いやー、午後のこの時間はノーブルカルプを釣り上げる絶好の時間帯なんだけど。でも来客ならば仕方ない。君たちを逆恨みする気なんてこれっぽっちもないさ。なんだか思いっきり恨まれてるような気が。筋金入りの釣りバカみてえだな。まあ軽い闇はこれくらいにして、今日は一体どうしたんだい。てっきりキーヤ君を連れて相談に来たと思ったんだが。いえ、実は別件なんです。その相変わらずキーヤの記憶は戻っていないんですけど。そうか。個人的には一度検査入院をしてもらった方がいいと思うが。その本人にもそれとなく勧めているんですが、すみません、問題を先送りにしていますね。まあ焦らずにゆっくりと考えるといい。それで別件というのは僕の専門に関わる話かい？ええ、まさにそうなんです。こちらの薬をご覧になっていただけますか？ほう、これはなんだ。この青色は着色料にしては様子が。この錠剤はとある人物が持っていたものなんですが、俺たちは違法性のある薬物ではないかと。なるほど。詳しい話を聞かせてもらおうじゃないか。なるほど、そんなことになっているのか。それでヨアヒム先生、この青い錠剤について何かご存知ではありませんか？どこかで開発された新薬とか。残念ながら見たことのないタイプの薬だ。僕は専門柄各国にある製薬会社と付き合いがあってね、開発された新薬のサンプルは大抵回してもらっているんだが、こんな色の錠剤は見たことがない。そうですか。しかも聞く限りにおいて効能についても尋常ではない。筋力、集中力、反射神経、そして判断力と直感力、それら全てを高めるというのは。そのまだマフィアたちがこの薬を服用していたかどうかは確かではないんですが。実際確認できてんのはあの行員だけだしな。イアン先生から聞いた話もまだ噂の息を出ていませんね。いずれにせよ得体の知れない薬物であるのは確かなようだね。わかった、3錠ほど預からせてもらうよ。早速成分調査をしてみよう。ありがとうございます。その成分を突き止めるのにどのくらいかかりそうですか？薬の現物もあるし、症状などの手がかりもある。今日中には主成分くらいは突き止められると思うが、逆にそれで突き止められなければ結構長引くかもしれないな。そうですか。まあ明日の午後くらいに通信で連絡させてもらうよ。それで構わないかな？それで結構です。どうかよろしくお願いします。これで一安心ね。そういえば副作用や中毒症状の可能性はどうなんでしょうか？それも調べてみないと何とも言えないんだが、念のためその行員の関係者には何かあったらこちらに相談するよう伝えておいてもらえるかな。他の服用者が見つかったら同じ手配をしておいてほしい。承知しました。やれやれ、どんだけ出回ってることやら。街でそれっぽい噂もちらほら聞いたくらいだし。さすがにルバーチェに連絡するのは無理そうですが、本当に抗生員が服用していたら副作用などが心配ですね。確かに。先生、やはり副作用の危険が。ああ、いや、そうじゃないんだ。ふと前に聞いた噂を思い出してしまってね。前に聞いた噂？どんな噂っすか？まいったな。改めて説明するほどの話でもないと思うんだが、数年前、製薬業界の方面で奇妙な噂が流れたことがあったんだ。とある狂信的な宗教団体が
不思議な薬を作り出したとね。狂信的な七葉教会の異端的な一派ということでしょうか。いやいや、そんな生優しい連中じゃなかったらしいよ。何でもエイドスの存在を否定し悪魔を崇拝する、そんな教団だったらしい。悪魔を崇拝、なんかいきなりうさんくさい話になったな。確かに僕も突拍子もない話だと思ったが、ただその薬の効能というのがちょっと気になってね。何でも悪魔の力を借りることで人間の潜在能力を開花させ、運すら呼び込むものだったらしい。それって今回の薬物の症状と同じ。あのヨアヒム先生、その薬の名前は何か聞いていませんか。ああ、なんだったかな。そうそう、思い出した、グノーシス、そんな風に噂されていたかな。グノーシス、なんだかとても思わせぶりな名前ですね。まああまりに荒唐無稽だからすぐに消えた噂話だったけどね。ただ去年リベールの異変で奇妙な組織が暗躍していたという噂話もあっただろう。今更ながら気になってね。エステルたちが言っていた決し悪魔崇拝の教団、何か関係があるのかしら。いずれにせよ青い錠剤の正体を突き止めるため同業者には当たってみるつもりだ。ついでにその噂についても何か続報がないか。お願いします。悪魔の力を借りる薬ね。なんだか最後に奇妙な話を聞いたけど、とりあえず薬の成分調査は先生に任せておけば良さそうだな。ええ、そろそろ夕方だし、クロスベル市に戻りましょう。一課からの捜査報告書が届いているかもしれないわ。やれやれ、今夜は書類とにらめっこになりそうだな。さてっと、もう夕方だし、バスでとっとと帰るとすっか。そうだな。こういう時にやっぱりバスはありがたいわね。ティオ。なんだ、ティオスケ。さっきから妙に静かだな。別に、そんなこと。ティオちゃん、夕日で分かりにくいけど、あなた顔が真っ青よ。で、問題ありません。少し気分が優れないだけで。おいおい、問題ないじゃねえだろ。とにかくどこか休めるところでも。あ、ティオ、大変。すぐに医者か看護師を呼んでくる。ああ、頼む。よかったわね、ただの貧血で。
しばらくしたらすぐに目を覚ますと思うわ。そっか。よかった。はあ、どうなることかと思ったぜ。でもごめんなさい、私のベッドを使わせて。ちょうど病棟の方に空いている個室がなくて。いや、助かったよ。ここの方がティオも落ち着けるかもしれないし。セシルさん、ありがとうございました。気にしないで。今夜は私も夜勤があるし、なんだったらこのまま朝まで寝てもらっても構わないから。それじゃあ私は失礼するわね。あ、うん、お疲れ様。あざーす、お疲れ様でした。ティオ、もう少し早く気づければ。考えてみればヨアヒム先生の話を聞いている最中くらいから様子がおかしかったものね。それも確か悪魔を崇拝する連中が作ったっていう薬の話か。いいですよ、何を聞いてくれても。ティオ、起きたのか。よかった。ったく、心配かけやがって。あまり気を使わないでください。薬物操作に携わる人間として皆さんは聞く必要がある。私の知っている情報を。あのな、ティオ、俺たちがティオの気の進まない話をわざわざ聞こうとすると思うのか。もちろん捜査も大事だけど、私たちにとってあなたは同じ仕事に携わる同僚だけど、それ以前に何よりも変え難い仲間だと思っている。他人には秘めておきたいそいつならではの事情はあるさ。ま、俺の過去についてはちょいとばかりバレちまったが、ティオスケ、お前がそれを知られたくねえってんなら、俺らは全力でお前に協力するさ。ヘリーさん、ランディさん。そういうことだ。でも、もしティオが俺たちに話したいんだったら、話すことで少しでも気持ちを軽くできるんだったら、だったらその重荷はぜひ受け持たせてほしい。ロイドさん。よくそんなに恥ずかしいセリフを言えますね。ロイドさんだけでなく、エリーさんもランディさんも。お二人ともロイドさんに影響されてるんじゃないですか。そうかもな。うん、確かに否定はできないわね。否定してくれよ。ロイドさんには前に少し話しましたが、私は5歳の頃、両親と離れ離れになりました。とある狂信的な宗教団体に拉致されることによって。そいつは、その教団の真の教義や目的は今でもわからないそうですが、ただ彼らはエイドスを否定し悪魔を崇拝することで何かを得ようとしていました。私を含めた他の子供たちは、その、供物だったんだと思います。供物？供物といっても、生贄とかじゃありません。
そんな目に遭った子もいたのかもしれませんが、その教団はいくつものロッジを持ち、ロッジごとに様々な方法での儀式を試みていたようでした。そして私が連れて行かれたロッジで行われていたのは、儀式という名の人体実験でした。人体実験？ひょっとしてお前の感能力のことか？はい。薬物を投与され、全身にセンサーをつけられ、考えつく限りのやり方で五感を高める試みが行われました。さらには強制的な暗示と精神的な負荷をかけることで霊感のようなものまで高められ、3年間、それが毎日のように続きました。そんなそれでも私は幸運な方だったかもしれません。私以外の子は全員が耐えきれませんでした。一人また一人と周りから子供がいなくなって、ついに一人になった頃、私は手に入れていました。分厚い岩壁の向こうで他の子たちが挙げた最後の悲鳴を聞き取れるくらいの感応力を。ティオちゃん。ゲドウどもが。そんな時でした。私のいたロッジにロイドさんのお兄さんが、ガイさんを含めたチームは教団の信者たちを無力化しながら抵抗は激しく、制圧された途端自決する者がほとんどだったそうです。そうした屍を踏み越えながら儀式の間にたどり着いて、カイさんはただ一人の生き残った子供を発見しました。ガイさんに保護された時、私は衰弱しきっていました。そしてこの病院に連れてこられ、数ヶ月の間療養して、そこから先は以前ロイドさんに話した通りです。そうか、ティオちゃん。皮肉なものですね。あれだけお世話になって感謝していた人だったのに、3年前ガイさんが亡くなったことを聞かされた時、まるで手に入れた力と引き換えに人間らしい感情を失ったような、そんな不思議な考えすらありました。ティオ。多分私は聞きたかったんだと思います。眩しいくらいに前向きで力強かったあの人に、私のような欠けた存在がどう生きたらいいのかを。でも結局その答えは聞けず、エプスタイン財団に引き取られて、そして支援課に来て、皆さんと一緒に暮らしていて、やっぱり今でもよくわからないんです。どう生きたらいいのか、どうして私が生きているのか。ティオちゃん。いいじゃない、わからなくったって。そんなのは私たちだってあなたと同じなんだから。なぜ生きてるのか、どう生きればいいのか、そんなのが分かってる人間なんてそうそういるもんじゃないさ。俺もエリーもランディも誰だって同じさ。俺なんざ特に自分の道を見失った口だが、それでもティオスケ、お前
真面目すぎるんだよ。そんな難しい問題を急いで解いてどうするんだ。でもそれでも気になるなら答えを探し続ければいい。ただ焦る必要はないし、一人で探す必要だってないんだ。俺たちが一緒に探すからさ。もちろん私もよ。ランディだって課長だってキンヤちゃんやザイトだってみんな力になってくれるわ。あなたがその難しい問題の答えを見つけられるのを。エリーさんもランディさんもロイドさんに感化されたみたいに、本当に聞いてるこちらが恥ずかしくなってきてしまいます。どうしてそんな。ま、それも巡り合わせだろう。支援家を選んじまった時点で俺たちは同じ誰かさんの被害者だ。そうね、そういう恥ずかしい思いも分かち合ってもらわないとね。なんで俺が加害者になってるのかわからないけど、ま、分かち合うってのは俺も賛成だよ。恥ずかしい思いだけじゃなく、辛い思いや苦しい思い、それからもちろん嬉しい思いや楽しい思いも、それが仲間ってもんだろ。もう恥ずかしくて恥ずかしくて、こんなにいたたまれないのに。でもなんだか悪くない気分です。そうか、その名前が出てきたか。グノーシス。課長、教えてください。6年前に兄が関わったというティオを拉致した教団について。当然課長はご存知なんですよね。最初からティオスケの事情を知ってるような感じだったしな。俺が知ってるのは当然だ。当時ガイと共に教団のロッジの一つを制圧した当事者だったからな。そうだったんですか。それじゃあ課長は兄貴の直接の上司だった。当時から俺はちょいとはみ出し気味でな、ある時規格外の新人を二人も押し付けられちまったんだ。そのうちの一人がお前の兄貴だ。な、直情的で無鉄砲だったが、奴は優秀な捜査官だったよ。いい意味でもう一人の新人と好対照な組み合わせだった。もう一人の新人の方というのは、ひょっとしてあの一家のダドリーとか。いや、奴は生粋の一家上がりの男だ。俺が受け持ったもう一人の規格外の新人、それはあのアリオス・マクレインだ。あの人、元は警察の。数年前に警察を辞め遊撃士に転向しちまったがな、警察が遊撃士協会に微妙な距離感を持っている理由の一つでもあると言えるだろう。なんとまあ。兄貴とアリオスさんが同期の新人同士だったなんて。年齢はアリオスの方が2つばかり年上だったがな、すでに結婚して娘も生まれたばかりのアリオスはとにかく生真面目すぎる男だった。一方ガイは奔放で無鉄砲でとにかく前向きなバカ野郎だった。そんな二人だからこそ
逆に馬があったんだろうな。わずか2年足らずであいつらはクロスベル警察最強の若手コンビと言われるようになった。確かにその二人なら最強という言葉もわかりますね。ああ、正直俺も誇らしかったもんだ。そんなすごい部下どもを育てる絶好の機会に恵まれたんだからな。そうして俺たちの班は華々しい実績を打ち立てていき、ついには一課に代わって国際的な犯罪事件の合同捜査を任されることになった。国際的な犯罪事件、ひょっとしてそいつが。ああ、例の教団だ。DG 教団。それが連中の正式名称らしい。DG 教団。その、点々点ってのは何なんだよ。それは、何々ゆえにを意味する数学的な記号だけど、D ゆえに G というのは、何を意味してるんでしょう。未だそれは不明だが、そのうちの G に関しては、G、すなわち、グノーシスだ。ヨアヒム先生が言っていた、悪魔の力を得る薬。そう繋がんのかよ。事件が終結して6年余り、多くの謎を残した宗教団体だが、それは、ここ数十年で、最悪の組織犯罪を引き起こした最低の連中だったってことだ。各地で拉致した子供たちを何十人と犠牲にしやがったな。昨日リアン先生が言っていた DG 教団、奴らはゼムリア大陸の各地で10以上のロッジを持っていた。そしてそれぞれのロッジで様々な形での儀式を繰り返した。おぞましい悪魔召喚的なもの、アーティファクトを利用したもの、そして人体実験的なもの、そしてそれらの儀式の時に必ず使用されていたのがグノーシスという名の正体不明の薬物だったという。その衝撃的すぎる話ですね。それで事件はどんな風に解決されたんすか。ああ、昨日も言ったが、被害が各国に広がっていたことから国際的な捜査体制が設立された。各国の軍、警察、ギルド関係者が一堂に会する中、ある高名な遊撃士の指揮により各地のロッジを一斉検挙、制圧する大規模な作戦が実行された。そして俺たち3名は、共和国最西端、アルタイル市の郊外にあるロッジの制圧を担当し、ガイは当時8歳だったティオ・プラトーを保護した。ティオは衰弱しきっていたが、まだマシな方だったのかもしれん。それ以外の子供たちが全員助からなかったというのもあるが、他のロッジで試みられていたおぞましい儀式に比べたら、まだマシな扱われ方だったからだ。なんで、なんでそんな連中が存在を許されてるんだ。吐き気がしてきた。クロスベルにおける犯罪とはちょいと次元が違いすぎるな。まあな。ただいずれにせよ、6年前のその作戦をもって教団は完全に叩き潰された。信者たちは全員自決するか、精神に破綻をきたして衰弱死した。残党もいたって話だが、教会や例の結社とやらが動いて密かに殲滅したっていう噂もある。 DG 教団の悪夢は完全に終わったはずだった。ですがこの青い錠剤、これがその教団が使っていたグノーシスである可能性が出てきたというわけですね。現時点では憶測の範囲だが、もしそれが本当なら6年前の悪夢が別の形で引き起こされるかもしれん。それもマフィア同士の抗争を巻き込むような形でな。
最悪すぎんだろ。それが本当なら絶対に見過ごせません。ああ、もちろんだ。ロイド、3年前お前の兄貴をやった犯人は未だに見つかっていない。はい、何でも手がかりが少なすぎて迷宮入りになってしまったとか。ああ、一家に移ってから奴はもっぱら単独で捜査をしてたって話だからな。大国の諜報機関ルバージェ、それとも全く別の犯罪組織、もしくはどこぞの両兵団やテロリストなんてのも考えられた。だがそれ以外にも俺の頭をかすめた可能性があった。教団の残党。ああ、今となってはその可能性も現実味を帯びてきた。その意味では俺にとっては元部下の弔い合戦になるだろう。お前らには悪いが、この先は俺も出しゃばらせてもらうぞ。課長。悪いどころかすごく助かりますけど。つうか、まるで今まであえて放任してたような口ぶりっすね。どうだかな。ただまあ、この特務支援課はもともとは外のアイデアを参考に設立したってのは確かだ。そうなんですか。ギルドの評判に対抗するため設立された部署だったのでは。そいつは上層部を納得させるための口実だ。生前外の奴が俺に語っていた言葉がある。今のクロスデルに必要なのは壁を乗り越える力だ。若いもんが失敗してもいいから力を合わせて前に進める場所、それが警察には必要なんじゃないかってな。兄貴が。やれやれ、とんだ熱血兄貴だな。もしかしてティオちゃんが支援課に来たのも。ああ、ガイの意志が息づく場所にいたかったんだろう。本人からはっきりと聞いたわけじゃないかな。そうか、そうだったのか。兄貴のことはともかく、今はこの薬の被害を食い止めることが先決です。それともヒーヤですが、例の教団と何らかの関わりがあるかもしれません。そいつはありそうだな。記憶喪失の原因が薬物って話もあったし。ああ、俺もそう睨み始めている。ですから課長、動くのは俺たちに任せて、課長はここでキーヤを守ってやってくれませんか。一課との連携もありますし、俺たちには司令役が必要なんです。ほう、確かに誰かが支援課に詰めとく必要はありそうだな。すみません、せっかくの申し出なのに生意気なことを言ってしまって。いや、いいだろう。ただし今まで通り、わざわざ俺から指示は与えん。相談にはいくらでも乗るし、各方面と連絡も取ってやるが、お前たち自身が判断して今回の事件を解決してみせろ。どうだ、やれるか。はい、了解しました。やれやれ、明日から鬼のように忙しくなりそうだぜ。本当に大丈夫か。なんだったら課長やキーヤと一緒に支援課で待機してくれても。心配ご無用です。早めに休ませてもらいましたし、普段より調子がいいくらいです。そうか、うん、顔色も良さそうだな。しかしキーヤがいきなり一緒に寝るとか言い出した時は。なんかそうしたいって思ったから。ねえねえティオ、ぐっすり眠れた？ええ、おそらく絶好調なのはキーヤ分を大量に補給したのが最大の理由かもしれませんね。よかった。なるほどな。確
確かにキーヤちゃんは最高の特効薬になりそうね。ああそうだな。ナーティオ、一つだけ約束してくれ。昨日みたいなことがあったらすぐに俺たちに言ってくれ。自分一人で溜め込んで無理をするのだけはダメだ。酷な言い方だけど、戦闘の時に倒れられたら足手まといになりかねない。はい、肝に銘じます。私も支援課の一員、同じ仲間でありたいですから。だから私の苦しみも辛さもどうか分かち合ってください。ティオちゃん。お安い御用だぜ。ああ、喜んで分かち合わせてもらうよ。はい。確かにこりゃおっさんの出る幕はねえな。確か午前中は薬物を使用した疑いのある市民の聞き込みだったな。ええ、一課の資料も参考に改めて確認してみようかと。それと忙しくなりそうなので今のうちに他の支援要請なども片付けておくつもりです。そうですね、このタイミングを逃したら市外に出る余裕はなさそうですし。しかし住宅街の証券マンにサーベルバイパーのパシリ、それにアルカンシェルの新米キャストか。どれも昨日の時点で少し様子が変だった人たちね。時間があるならイアン先生の事務所にも行った方がいいだろう。先生から聞いた二人のうち証券マンは一家の資料にあったのと同一人物のようだが、貿易会社の経営者ってのはまだマークされていないようだ。そうですね、法律事務所にも行ってみます。あとは午後あたりにユアヒム先生が成分調査の結果を連絡してくれるはずですけど。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。あ、ロイド君、私だ、マインツのビクセンだ。あ、町長さん、ちょうどよかった。ガンツさんの様子はどうですか？それがそのガンツのやつがまたいなくなってしまったんだ。詳しい話を聞かせてもらえますか？あの後夜遅くにガンツが目を覚ましたんだが、意識が朦朧としているようでそのまま寝かせてしまったんだ。念のため私も部屋に泊まって明日の朝君たちにも話を聞いてもらうつもりだったが、朝目を覚ましたら。なるほど、ホテルやカジノに問い合わせは？一応したが誰も見た者はいないみたいで。ロイド君、どうしたらいいと思う？町長の方はホテルに待機してください。ひょっとしたらガンツさんが戻ってくるかもしれません。こちらは聞き込みに出るので彼のことも気に留めておきます。何かあったらまた連絡してください。わかった、よろしく頼む。ガンツさんがいなくなってしまったの？ああ、今朝ホテルから抜け出してしまったらしい。自分から消えてしまったのか、それともやはり他の人たちの様子も確認する必要がありそうですね。ああ、妙に嫌な予感がしやがるぜ。どうやら思ってた以上に事態の進行が早いかもしれんな。こちらのことは心配するな、とっとと確かめてくるといい。はい、行ってらっしゃい。あ、Thank you.